これは何の取り柄もない男がラッパーになるまでの長い長いお話。ラッパーとして生きる。前回はリリックの書き方について考え直す機会を設けました。はい、どうもこんにちは。皆さんこんにちんこ、ビーストです。安心してくださいよ、リアクション動画と同一人物ですよ。はい、バズったから頭がおかしくなったんじゃねえですよ。私は元からイカれてます。で、今回は報告動画ってことで1万人登録いったぜ、よっしゃっていう、そういう動画です。リアクション動画でバズったおかげですね。で、それを見てくれて来てくれた方は本当にありがとうございます。でね、基本的にね、こっちの動画ではリアクション動画と違って、こっちではチンポチンポとかそういう内容とかしかね、ラッパーが言わないので、皆さんもできれば一緒にチンポチンポって言ってくれれば助かります。でもどうしてもね、ただどうしても、なんか言うのが嫌だなって人は帰る。で、今回はね、1万人達成後の目標と、あと近況を軽く報告できたらなと思って、この動画にします。よろぴこ。はい、ってなわけで、早速近況報告します。1つ目、まだチャンネルなんと収益化できてません。なんで、収益はゼロです。ニート、ただのニートです。広告も出てない。動画でやたら叫んでるニートです。いや、お金がないから風俗にも行けない。風俗にも行けない。これはね、申請に時間がかかってるかららしいです。YouTube。いやー、早くしろ、YouTube。ガッデーム。ガッデーム。金が尽きる、尽きる。やばいよ。で、その2、オナニーが非常に気持ちいいです。最近オナニーが非常に気持ちいい。一人でするオナニーがすごい気持ちいい。なぜなら、なんでなんですか？なぜならとか言ったけど、なんでですか？皆さんわかります？冬にするオナニーってなんでこんな気持ちいいんですか？乾燥してるから、空気が。ね、わかんないよね、その辺。ちょっと、ポプラディアとかで調べてください、皆さん。はい、その3、リアクション動画が、おかげさまで好調です。しばらくはね、これでお客様に見てもらえるようにしようかなと思ってます。皆さんもこれで私のことを知ってくれる人とかいると思うんでね。でね、ここリアクション動画でお金稼げばいいんじゃないのとか言われるんですけど、そんなことできないんですよ。その本家様の音楽を使っちゃってるんで、著作権の都合上ね、本家様に収益がいくようになってます。まあそりゃそうだよね。そこで、はい、私ここでね、がめつくお金稼ごうとしてませんよ、ここはね。うん、だからこれは認知度向上のための看板として、ああこういうやついるんだってみんなに知ってもらえるための看板用の動画という感じでね、これで認知度を広げて、で広告を貼るメインコンテンツはこういう連続バラエティみたいな動画でね、やっていくつもりです。メリハリをつけて頑張っていきます。で、その4、前回からこの動画ですね、ラッパーとして生きるっていう、この対策バラエティ番組っつうの、なんつうの、ラッパーとして生きるを、見てくれてる方、本当にありがとうございます。これを大幅に変えました。まあちょっとおしゃれな感じになったでしょ。オープニング、前回のあらすじ、本編、エンディングみたいな感じでね、テンプレート構成にしました。前回まではね、前回までみたいなしっちゃかめっちゃかな構成、カオスな構成、めちゃくちゃ俺好きなんだけど、あれ1個作るのにね、もうどれぐらいかかると思う？あれどれぐらいかかると思います？ラッパーとかいろいろやんなくちゃいけない中で、あれね、8年かかるんだよ。1個作るのに8年かかるんです。だからそうなるともう何もできないでしょ。だから8年かかってたらどうしようもないなと思って、テンプレート化しました。テンプレート化すれば大体5年ぐらいで1個作れるんでね、頑張っていけます。これでなんとか、これで時間短縮できて、どんどんコンテンツ量産できるなって感じです。でね、ちなみに卵巣のポーズとかね、あとはよっしゃとかいうセックスとか、そういうね、ぶっ飛んだ下ネタとかそういう系はね、私もやりたいんでね、そういう系はそういう系で動画にまとめるつもりです。安心してください。だからね、チャンネル登録者が増えて丸くなりやがったな、ビーストとかいう人はね、一回尿道爆発しちまえばいいんだよ。尿道がさ、爆発しちまえばいいんだよ。尿道わかる？おしっこ出てくる管だよ。肉の管の尿道。あるでしょ？尿道が爆発しちゃえばいいんだよ。そしたらわかるから。で、これはまた別でご報告なんですけど、近々というか来週ぐらいに私の MV が出ます。人生初の MV です。で、配信サイトとかの方はね、コロナの影響があるらしくね、ちょっと正確な日時がわかりません。クソったらい！ぶっ殺すぞ、コロナ！
今ね、私の、じゃ、今私の MV を発表前にこの動画を見てくれてるっていう方、ぜひ、ぜひ、私初のね、人生初の MV なんで見てくださいよ。見てくださいね。で、ま、もうすでにね、MV が、もう時間差はあるからさ、もうすでに MV が公開されてるのに見ていないっていうあなたは、美味しいみかんの剥き方を後で教えてください。DM とかで。てなわけで、このラッパーになるってのは、まあ、なんていうか、ラッパーになっていく過程のね、このレベルアップの過程を見れるっていう、ちょっと、緊急報告的な動画になってくると思う。うん。で、それで今後ラッパーになりたい人とかは、ああ、なるほど、こういう、まあ、ほぼチンポしか言ってないけどね、こう、なるほど、こうやって進んだら、こう、気持ちいいオナニーができるのか、みたいな感じで学んでいってもらえたらいいと思います。で、ファンじゃないけど、インテレスティングな、情報発信みたいな感じになると思うから。だってさ、これから伸びてってさ、チャンネル登録10万人とかになってさ、あとは、なんかの表紙に音楽が売れたりした時にさ、それを包み隠さず、ね、そこまでの過程を動画にしていけたらさ、もうそれだけで、それはもう、ね、おちんちんシールでしょ。はい、どうも、いつもご視聴ありがとうございます。ビーストです。今回初めてエンディングつけました。いつもさ、プッシュプッシュとかやってるからさ、あいつは頭おかしいんじゃねえかって本当に思われちゃうじゃん。だからさ、どっかでこういう感じで普通のトーンでお話しする場所が欲しかったわけですよ。それをね、エンディングという形で小話のコーナーということで設けました。ここでは普通のトーンでなるべく話すようにします。で、この動画をアップロードするのもさ、だいたい夜でみんなが寝る時間くらいじゃん。だからみんながしこってもう寝るかって、あ、まあしこるっていうのは男の表現か。女性の場合はなんて言うんだこれ。うん、まあそれはまあ次回考えるとしてね、まあいろいろ考えながら変えながらね、模索しながらラッパーとしてのレベル上げもしなきゃなという所存ですよ。まあ寒いですけど、みんな頑張っていきましょうね。おやすみなさい。